よすすむは、中華民国の政治家。南京国民政府の要人。字は、陽光、幼かの絵。日本に留学し、1906年、東京憲兵練習所を、1911年、陸軍士官学校をそれぞれ卒業した。帰国後は、陸軍部参事、憲兵学校教官を歴任している。1922年、陳太貸校政局局長に任ぜられた。 1931年2月、よすすは、陳太夫政府で、3次、公安局局長を務めた。1933年12月、北京特別市で公安局局長、3位、外交室主任となる。1935年12月、天い市市長となった。しかし短期間で辞任し、翌年、国民政府外交部特派員に任ぜられた。日中戦争勃発後、 ヨススムは、中華民国臨時政府に加わる。1938年1月、北京特別市市長に任命された。1940年3月、王朝明が、王朝明政権を樹立しても、ヨススムはそのまま北京特別市市長として留任した。さらに、河北政務委員会委員にも任命されている。1943年1月、河北政務委員会常務委員に昇格し、 同委員会建設総書、ただし弁に任命された。2月、全国光渡公が、厨房決口委員会主任委員に、3月、全国経済委員会常務委員に、それぞれ任命された。日本敗北後、よすすむは、天津で、小解石の国民政府に逮捕された。その後収監され、時期は不明だが酷使した。ありがとうございます。